こんにちは、モノクリームです。今日はですね、Leica Q3 がですね、ちょっと自分のものになりつつある段階なんですけれども、28mm の単焦点ということで、ちょっと使いづらい部分もあって、映像だったらいいんですけど、最近写真にハマってるので、写真だと、もうちょい使いこなさないとなと思っていて、それもあるんですけども、そういうことと、あと、Leica Q3 の設定をちょっと見てみたいっていうコメントがあったので、Q3 のですね、設定をちょっと見ていきたいと思います。はい。というわけで、Q3、こちらですね。で、基本僕は絞りはもう 1.7、ほぼ 1.7 ですね。ここでマクロを切り替えられると。マクロになると確か F2.8 とかになると思うんですけど、切り替えられて、で、シャッタースピードは、以前はですね、自分でやってたんですけど、設定してたんですが、最近オートにします。っていうのがやっぱりソニー α7S に学ぶこと多くて、ソニーって、ソニーの場合は僕絞り優先にしてるんですね。それが取りやすいん で、そうすると、思ったタイミングで思ったように撮れてるんで、やっぱりこの辺は、いい写真が撮れるのが重要なんで、自分で設定するというよりももうオートにしちゃって、って感じですね。はい。で、ここは、とりあえず行きましょうか。とりあえず画面がこうなってて、ここのボタンですね。ここは、デフォルトの ISO を、見せます、はい。で、これ写真、さっきのっていうか、ポンタが寝てるんですけども、これですね。ここを押せば拡大しますね。こういう感じで。っていう感じです。で、ここのダイヤルは、EV 露出を補正してますね。はい。で、メニューの中見ていきたいと思います。で、その前に、ここがまず、クロップですね。はい。2835、575、90。で、ここで映像と静止画切り替えると。はい。で、まず静止画のとこ行きます。で、これで表示の切り替えができます。で、こうなってまして、今 S になってる。最近は、今まで S で撮ってたんですけど、L で撮ってますね。L 撮ってますっていうか、撮るようにしようとしてます。っていうのが、やっぱり S だと解像感が結構損なわれるんですね。で、僕、クロップで撮ること多いんで、50、か75か90ぐらい。そうすると S サイズだと結構改造しないんで L にしてますね。はい、で、基本は、オートフォーカスシングルにしてまして、静止画だと。で、フィールドはど真ん中。で、フォーカスポイント移動したい場合はこうやって移動します。で、ダブルタップで戻ると。フォーカス、こう移動したときに、ダブルタップで戻るという感じですね。で、ここはマルチフィールドにしてます。そこはマルチフィールド。で、オートフォワードバランスにしてますね。あんまりここいじることないですかね。後で補正するんで。で、JPEG で撮ってもいいんですけど、重複しちゃうし、とりあえずローで撮っといて、自分で現像するんで、ローだけ。ラージサイズのローだけにしますね。で、ここはペアリングなんで、とりあえずいいとして。で、ここの色味は、以前ちょっとハギニアケタさんに影響されて、モノクロームにしてました。ただこれも、気分によるんですけど、モノクロで撮っといて、撮った時の、モニタープレビューに、惑わされないっていうのは重要ではあるんですけど、最近はスタンダードの
カラーで見えてて、まあ後で現像も、まあ、最小限って感じですかね。で基本は絞り優先、このなんていうのかな、 PSM パスメンっていうのかなにしてます。であまりにも明るい場合は EV 補正でこう補正するという感じですね。でじゃあ、メニュー行くんですけど、で一番このスターのところにもうお気に入りのメニューをこうメインメニューの上に並べられるんですが、キャプチャーアシスタンツを入れてますっていうのが、クリッピングとヒストグラムは表示するようにしてるんですけど、映像の時はレベルゲージ欲しくて、これですね、この水平トレース、水準器がパッと出したいので、ここにキャプチャーアシスタンツ入れてます。まあ、静止画の時はいらないんですけど、僕水平は映像の時に使うって感じですね。でフォーマットはすぐにしたいんで、ここにフェイバリットに置いてます。でメインメニュー入るんですけど、で僕基本英語にしてまして、ただちょっと日本語にしますね。まあなんで英語かっていうと、まあ英語の方がタイプフェイスがまあかっこいいし、まあ日本語和文書体だとちょっと見栄え悪い時もあるので、まあ僕は英語に慣れちゃったんですけど、まあとりあえず日本語にしますね。はい。で1番ドライブモードは、コンジニアスはあんま使わないんで、インターバルもブラケットも使わないんで1コマで、セルフタイムオフ、フォーカスモードはこの辺はこういう感じですね。ピーキングは表示するようにしてて、まあレッド、感度は中です。で次いくと、オート ISO の設定がまあ6400最大にしてますかね。ここは、オート制限、まあ、60分の1ぐらいにしてもいいか。ちょっとオートにしてましたけど、実際は60分の1以上で撮りたいんでこうしておきます。でこの辺はいいとして、はい、これでいいのかな。最大 ISO 12500でいいか。うん。6400ちょっと足りないこともあるんで、まあ、12500でもいいでしょうということで。で、ホワイトバランスは基本オート。まあ、オートか、まあ、晴天かぐらいですかね。静止画記録形式は DNG のローだけ。で、L サイズで撮ってると。まあ、今までは S サイズで撮ってました。けど、やっぱ解像感、クロップした時に特に足りないんで。で、フィルムモードスタンダード、まあモノクロでプレビューしといて、後でローでカラーで現像するのをやってた時はこのモノクロにしたんですけど、最近は標準ですね。でこれパスム、この辺は使わないなんでパスムでよくって、光学式手ブレ補正、はオートにします。はい。アスペクト比は3対2。で、遠近補正。これは建物とか撮る場合に、いいかもしれないですけど、基本は使わないですね。でシャッタータイプは、僕この Q3 のカチッっていう音がそんな好きじゃないんで、もう電子にしてて、無音にします。で、フラッシュは特にいじってない。露出プレビュー、パスの、はい。で、オートレビューは1秒ぐらいですかね。
ノイズディレクションはオンにしてて、ショートカット。ここで、まあ、お気に入りに何かを選べるんですけど、さっきお見せした撮影アシストとメモリカードフォーマットだけフェイバリットに入れてます。デジタルズームは今28なんでこれでよくて、ここで切り替えられるんで。ユーザープロファイルは特に作ってなくて、最近ファームウェアアップデートの時に、ユーザープロファイル、今の設定保存しますかって出てくるんで、それは保存するにしたら、なんか、フェイバリットとか残ってたんで、まあ、特にここで設定しなくても、既存のものを、まあ、ファームウェアアップの時に保存するようにすれば、OK っぽいですね。で、撮影アシストは、まあ、こういう感じです。で、再生モード。はい、まあ、これはこういう感じで、モニター設定も特にいじってないです。ライカフォツはよく使います、はい。フォーマットしたときはこれで、フェイバリットに入れてて、カメラ設定。この辺も特にいじってないですね。カメラ情報は最新になってるはず。で、ラングエッジが、まあ、日本だと。はい。まあ、こういう感じですね、静止画は。はい。で、まあ僕、クロップモード対応するんで、まあ、パースペクティブは結局 28mm の固定なんですけど、まあ 50mm ぐらいの画角で撮りたいか、75か90か。で、撮ること多いですかね。こっちは、この USB-C で充電とか、あとデータ転送とかできるんで便利なんですけど、HDMI は一回使ったことあるんですけど、まあもう使わないかなって感じですかね。うん。めんどくさいんで。この上に Atmos 25とか乗っけてプレビューしたこともあるんですけど、特に必要ないですかね。はい。ではですね、映像に行きたいと思います。で、これで映像に切り替わるんですけど、この白い枠が表示されて切り替わります。で、今、ちょうど色温度変えてましたけど、まあこれは適宜。基本ホワイトバランスは音。で、これは自撮りする場合は IF、インテリジェントオートフォーカスにするんですけど、まあ手持ちの場合はシングルですね。で、フレームもこれで。自撮りする場合はこの人認識にします。で、これすごいのが人動物認識もついてて、ペットも反応します。うちのペットとかなんですけど、基本は自分でフォーカシングしたいので、手持ちの場合、まあ、フレームですね。これ特にいじってなくて、音もいい感じに撮れるんで、でここですね、ネックは画質なんですけど、基本は MOV で撮って 4K の 23.8fps の 422.10bit で撮ってます。で、これが、まあ、ファームウェアアップ期待したいんですけど、この 29.97 まではいいんですけど、これ以上、47.95 以上になると、モアレがすごいんで、うん、僕は使わないですね。つまり、スローできないんですけど、まあ、それはそれでいいかな、という感じです。はい。で、メニューに貼ります。で、ここは、静止画の時と同じでメインメニューなんですけど、フォーカスは、うん、こういう感じで、まあこれ静止画と同じですね。速攻も同じだし、 ISO はここに割り当ててて、ここですね、ここはだいたい固定かな。自撮りするときは固定400なんですけど、露出が変わってほしくないので。ただ、手持ちだと音かな。うん。にしますかね。はい。
京都映像設定最大や、まあ、6100、まあ、これでいいか、うん、ワイドバランスで撮影モードパスム光学式手ブレ補正を入れてます。でこれさっきお見せしたように基本 4K の 23.8fps で撮ってます。 8K にするとデータが重いんですよね。で 8K で見せることって基本ないですし、まあ 8K を 4K にリサイズしたらきめ細かいのかもしれないですけど、特に 4K で十分なんで、うん、4K のテレビとか 4K の PC モニターとかでも十分ですよね。フル HD でもいいんですけど、データ軽いし、まあでも 4K ぐらいがちょうどいいかなという感じです。 MP4 では基本撮らないですね。ダイナミックレンジ狭いんで。で動画撮影ガンマは L6 にしてます。これはオフだとダイナミックレンジ狭くてハイライトがすぐ飛んじゃうんで L6 にしてって、これデフォルトですね。シャープネスがマイナス2になってて、ラットプロファイルは僕クラシックにしてますね。これクラシックとナチュラルがあって、昔 SLCS の時に初期の頃にラットが配布されてて、まあ、ナチュラルとクラシックのラットがあります。クラシックの方がちょっとアンバー黄色寄りでちょっとサイドが高いんですよね。こっちの方が好きでクラシックをプレビューで当たるようにしてて、うん、います。カスタムラットは特にやってないですね。でショートカットは特に何もしなくて HDMI、うん、でユーザープロファイルもちょっとやってなくて、まあ、ここですね、この水準器が、まあ、映像では重要なんで、特にフィックスの場合、三脚使ってフィックスする場合はこれはオンにしますね、大体。で撮影モード、モニター設定、ライカ没、カメラ設定、うん。まあそんな感じですかね。そんなに難しいことをしてなくて、で、まあ映像なんで、まあ自撮りするときの設定にするとすると、これで、あれ？あ、びっくりした。こうか。あ、違う。音じゃない、音じゃ。動画のときは、50fps ですね。うん。で、動画の時は ND フィルター必要なんで、このバリアブル ND フィルター、西のやつ、49mm ですね。を使ってて、ラピッドフィルターっていうので、まあ、開閉をできるようにしてます。ただ、これつけると、その、まあ、Q3 のこのコンパクトネスとか、なんて言うんでしょうね。このかっこよさが損なわれるんで、これパカってこう、こうやって、静止画撮りたいときこうやって開けるんで、ちょっと不格好なんで、最近あんまり使ってなくて、まあ最近写真にハマってるので、これつけてます。うん。なので、で、気軽に自撮りするときに、50分の1 ISO400 だと特に僕の後ろのカーテンとかが飛んじゃうんで、その時はもう100分の1ぐらいまでしたりします。ただこうすると何が良くないかって、まあ 24fps だとシャッタースピード2倍が理想なんで、モーションブラーがちょっと不自然になるんですよね。ちょっとだけわずかに気持ち、僕がなんか手を動かしたりとか、残像が見える、わずかに見える感じになるんで、本当はしたくないんですけど、まあめんどくさい時はシャッタースピード上げちゃいます。うん、露出コントロールで。基本はこの50分の1で 24fps ですね。で、撮りますかね。うん。自撮りするときは。で、手持ち。の場合は、こうですね。これで、まあ、フォーカシング
一回フォーカシングしてちょっと動かすとかしながら撮ってますね。うん、まあそういう感じですかね。はい、というわけで Q3 のカメラの設定を見てきました。はい、でこれはハンドグリップ他社製のやつ使ってて、これはなんていうのちょっと忘れちゃった、サムレストとなんていうんだっけ、ボタンはあの純正のやつ使ってます、ブラスの純正で。これ、まあ、買ってしまって、まあ高いじゃないですか。でまあ高いんですけど完璧じゃないカメラなんで、まあ、28mm っていうのが、まあ、広角の単焦点なんで、まあ、SL2S も良かったかな、良かったなと思うんですけど、映像だと僕 28mm が僕の中でベストの画角なんで、めちゃくちゃいいと。で、コンパクトで、もう映像をバンバン撮れちゃうと。うん。まあ、もうあれは気になりますけど、ファームウェアアップデートに期待してるんですが、で静止画だと、まあ、要するに 28mm なんで、僕としては 50mm ぐらいでバンバン撮りたいので、基本クロップ、50mm クロップで撮ってます。それで自分の感覚になれればいいなと思ってるんですけど、ただこれって、28mm がずっと見えてて、モニターでも、ファインダーでも、ずっと 28mm が見えてる、ずっと 28mm のパースペクティブに見えてるんで、違和感はあるんですけど、うん。つまり、現実よりも、遠近感が強調されてしまってるんで、ただ、まあ、50mm で撮る分には、それはそれで楽しいですかね。結構撮れた絵を確認、後で確認するとまあまあいい感じに撮れてて、まあ、結局は 28mm のクロップなんですけど、まあ、フォーカシングめちゃくちゃ早いし7590までいけるのはめっちゃいいですね。はい、まあこれが 28mm のレンズで28、35、50、75、90って5本のレンズ持ってるようなものだっていうのは、まあ結構間違いではあるんですよね。まあクロップできるだけなんで、うん、50mm の単焦点とパースペクティブ全然違うんで、まあ、そこは全然違うんですけども、まあでも、まあ、ある意味使いやすいですかね。僕の中でも映像はかなりいいんで、写真機としてもまあもうちょいなりたいかなって感じですかね。はい、っていうカメラです。はい、というわけで今日はライカ Q3 の設定について見てきました。お疲れ様でした。